漢方薬と言われるものには当液あるいは酸とか丸とかいろいろなものがありますが、この当液をモデルにしたエキス剤というのも現在使われています。この当液とエキス剤についていろいろと問題がありますが、その論としての位置として医療用漢方エキス製剤に臨むことということでお話しいたします。漢方エキス製剤が医療用に出された時に、医師や薬剤に対して企業の MR さんはインスタントコーヒーのようなものですというようにお話したわけですね。すなわち当液のインスタントコーヒーが漢方液製剤であるというように説明したわけですが、これは間違ってません。これは問題ないんですね。このようにお話しているわけですが、その結果現在使われている漢方液製剤と本来の当液についていろいろと議論されるわけですね。でこの議論がだん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 最近は高まってきてます。そしてドクター、薬剤師、みんながあだこうだというようになったわけですね。いやエキス製剤よりもやはり投液だよとかね、エキス剤で十分だよとかね。でそのエキス剤についてはさらに企業がバックアップしてますから、非常に大きな力を持ってるわけですね。そして議論が進んでます。でこの議論の結果、日本東洋学会の総会の2023年、この時のシンポジウム2にはですね、投液とエキス剤のガチ対決なんていうことが言われてあったんですね。でこのようにエキス製剤と投液、どちらが本来のものなんだ、どうあるべきだということが議論されているわけですが、エキス製剤自体が投液をモデルにして作ったインスタントコーヒーですから、その点は問題ないんです。それぞれに使い道があるのはいいんですけども、このことがどん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 と議論されて白熱していても結論が出ないということが、先ほどのシンポジウムを見てて気がついたんですね。そこで私の意見を述べさせていただくということになります。もともとエキス製剤は投液の製剤化したものなんですから、こちらの投液はこれは医薬品じゃないんです。というか規格にはまったものではないんです。ドクターが処方されて作られるものなんですから、それ自体は薬ですけれども、それ自身に規格があるわけじゃない。エキス製剤は医薬品としての製剤規格にちゃんとあるわけですから、まずこの点について検討したいと思います。薬学の立場から、治療に用いられる薬というのは属性が明確であるということなんですね。ここでいう属性というのは薬の内容、顔料どれだけ入っているか、何に効くんか、どれだけ用いるのか、そういうようなことが全て明確に表示されてなければ医薬品としての役割は果たさないということになります。ですから機能性食品でも、健康食品でも機能性表示食品であってもですね、例えばこれを見てみますと、体の疲労感を軽減するというものがありますが、これに対して DHC の健康食品、ちゃんとここにイミダゾール G ペプチド 225mg 入ってますよとちゃんと書いてあるわけです。何に効くてどれだけ入ってるかちゃんと書いてあります。これ睡眠の質を高めるんだって最近言われてますが、機能性表示食品になります。でこれを見るとですね、ちゃんとここのところにガンマアミノブチリックアシッド 100mg 入っておりますよと書いてあります。そして1日何回飲みますかということも書いてあります。これについてみれば DHC で、やはり、DHA 510mg、 EPA 110mg、 これが入っている健康食品ですよと書かれているわけですね。これは記憶力の維持する働きがあります、頭の働きにいいんですよと書いてあるわけですね。また
ルテイン、これは目を守るものであるというのが書いてありますが、これも1日どれだけ飲むかという用量も全部書かれてます。そして量はここにルテイン 16mg 入っておりますよと。これで全部どういうものに効くのか、あるいはどれだけ飲むのか、何がどれだけ入ってるのかということが全部書かれてるんですね。すなわち健康食品であっても機能性表示食品でもこの程度のことはちゃんと書いてあるわけです。ですから薬だというのに実態が不明確だったら、それはもうつかみどころがないと、お化けみたいなもんだということになるわけですね。規格が書いてない、そんな医薬品があるとすれば、それはお化け薬品ということになります。書いてなければですね。ですから医薬品というのはもうそういう規格が明示されているのが当たり前なんです。何がどれだけ入っていて、何に効いて、どれだけ飲むんだとか、そういったことについて副作用だとか、そういったことについてはちゃんと書いてあるのが本当なんですね。ですから不明時のお化け薬品があったら、これは厚労省がアウト、取り締まるはずなんですね。で、例えば具体的に例を見てみたいと思いますが、医薬品の表示規格顔料というのについてみれば、新薬で非常に有名な配合薬ですから、PL 配合顆粒を例にとってみたいと思います。で、見ますと、サリチル酸アミドとか、アセトアミノフェンであるとか、無水化フェンであるとか、このようなものがこれだけずつちゃんと入ってますと書いてあります。もちろん使い方だとか副作用だとかは別に書かれてますが、顔料の規格顔料という点だけについてみればこう書かれてます。じゃあ漢方薬の、医療用漢方薬の場合どうなんだということですが、ある会社の〇〇カッコン糖エキス〇〇とかいうのがあった。これは何グラム中に乾燥エキスこれだけ入ってます、ああちゃんと入ってますなんて、1グラム中がこれが何グラム入ってます、そして、日極カッコンがこれぐらい、日極経費これ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 、このように書かれてます。おお、確かにどっちも同じように書かれてるし、スタイルとして体裁としてはちゃんと整ってるんです、形はね。ところがですね、アセトアミノフェンとここの肝臓を一つ例にとって、この二つを比べてみたいと思います。アセトアミノフェンの極方品というのはこういうものである、分子量これだけですね。で、これについてアセトアミノフェンは 98% 以上を含むという規格も書かれてるんです。極方アセトアミノフェンは 98%、 この化合物を 98% 以上含む。じゃあ肝臓はどうなってるのか。グリチリザ・ラレンシスまたはグリリチリザ・グラブラのネオエビストロンでグリチルリチン酸が 2% 以上を含むと書いてある。ああちゃんと 98% 以上含む、 2% 以上含む、ああ立派に書かれてるじゃないか、極方肝臓も極層アセトアミノフェンも同じように書かれてるんじゃないか思うんですね。これどっちもスタイル同じなんで。ところがですね、この数値は変わらない、変わらないというよりは 98% 以上は 100% までしかないんです。じゃあ98と 100% の差はたった 2% なの。 98% いったらほぼ 100% なの。それに対して肝臓の 2.0% 以上というのを見てみますと、12回生日本薬局法の正常の項でグリチルリチンは2ないし 6% ぐらいのものが市場にありますよということなんで、ね、これがありますよというこの 2% 以上なんで。ところがですね、局法でこれはまだ正常の項だから数値は判定基準じゃないんですが、13回生になって顔料規定に入ったから判定基準なんですが 2.5% 以上来たんです。ああちゃんと以上になったなと。
だけど 2.5% 以上ということは 6% もあるということなんです。 2.5% と 6% って言ったら倍以上違うんです。倍以上違う顔料の違うものが極泡肝臓という一つの名前でくくられてるんです。ところが18回生の日本薬局法医だったら 2% 以上顔料下がっちゃったんです。もし 6% のものと比べるならば3倍顔料が違うんです。グリチルリチン酸が3倍も顔料が違うものが同じ極泡肝臓という言葉一つで書かれてるんです。ですから書かれている体裁は同じなんだけど内容は全然違うんです。極泡という言葉のあれが全く違うんですね。このようにどん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 と下がってきてるんです。すなわち極泡の新薬の場合は変わらない極泡なんですけども、生薬の場合の極泡というのはどん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 と変わってしまう、変化していく、すなわちつかみどころがないというところで、この数値というのは単なる最低基準を表しただけで、極泡生薬は変化するから、そういう意味では極泡書いてあったからといって信用できるものではない。あるメーカーさんは 6% を使う、あるメーカーさんは 2% のを使うとすれば、そのメーカーさんに3倍の違いがあるんだ。だけども言葉としては極泡肝臓 2g とかって書いてあったら中身が全然違うということになりますね。これはおかしい。このように極泡生薬というのは需要と供給の関係で品質低下するっていうのが基本なんです。買い手が多ければだん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 悪いものを使われるようになるんですね。で、生薬の品質の変化していくということを、医療用の漢方液製剤が承認される以前どういうものであったかというのは、まず習慣上の経験的な基準で、見たり噛んだり舐めたり匂いを嗅いだりいろんなもので決めるんですけども、成分の顔料規定というのはなかったんですね。ですからこのような経験的な形でやられてとしたら、市場の流通量というのはまあこの辺が多くて、だん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 いいものになると下がっていく、悪いものもない。するとまあこの一番多いところを2頭ぐらいにしようか、じゃあそれよりいいところに1頭にしようか、もっといい、これはもう非常に少ないからもう特等ということで高価で扱おう、じゃあ2等以下のここにあるものはどうするんだ、こっから以下のものはもう劣等品当該品として扱わない、まあ大体ここで需要と供給のバランスは保てられる、需要関係は保てられる、こういう形になってたんですね。ところがですね、たまには悪い人がいて、こういう等級があって別に企画も何もないんだな、この悪い人はこの当該品を、あ、これは2等だよって言ってうまいこと口で売っちゃう、そして品質の悪いものをこういうところに紛れ込ませる、これはよくあることなんですね。ですから生薬というのは商品なんですね。商売人が、悪い商売人がどういうことをやってもそれはちゃんと見抜けなければならない。そこでこういうことが非常に重要になってくるんですが、これが今までの時代の承認以前だったんですけども、承認以降大量消費による影響が出てくるんですね。生産量、流通量はこれだけしかないんです。だけども我が社はこんだけ、我が社はこんだけ、我が社はこんだけ言って、もともとこれだ、この辺りを使ってたのにもかかわらず大量消費になってくると需要が増えてくる。価格が高くなれば商売がうまくいきませんから品質の低下が起こる。すなわち劣等品まで使おうというのが出てくるんですね。で、大量消費になったらうちはこれだけ使ってたけど消費量が増えたからちょっと増やしましょう。昔から言うにあくまで2等1等、少し経済的負担は辛いけどもこちらを使いましょう。このメーカーさんは、いやー大量に使うからね、これもうここまで使おう、こっからここまでうちの使う範囲や、これ別に
違法じゃないんですね。これは昔から話し合いの上で劣等品とか当該品ってあったけど、それ使っちゃ悪いということはないんですね。この当時の日本薬局は起源植物さえあってれば、用部さえあってれば違法じゃないですから、ここ使ったって構わへんですね。で、こういうものが出てくる。すると当然劣等品が使われるようになっていく。まあ C 社は絶対私とこはここしか使わんって言って高価なものを使ってるっていうケースもあるわけですね。でこうして劣等品が混じり込んでくる。そうすると原料規格が設定しなきゃならなくなってきてですね。さて、X 製剤がなったら、今まで成分含量規定がなかったんで、成分含量規定作ろうかということで、ここの線を含量規定にすることはできないんですね。なぜなら、すでにここの部分で使ってるメーカーさんをもう製剤として承認してますから、局部生薬を使って、これをここまでの局部生薬と言って使ってますよと言ってるんですから、否定できないですね。するとこの丸勘以降、含量規定は10年後に定められた時には、ここに決まっちゃう。もともと経験的に定められてきた数字が13局ではこの辺までに下がっちゃう。もちろんここの線の時もありますけど、多くの場合は例えばこういうところに来るんですね。これはもう大量消費による影響としてもう必然的にあるんですね。有名なのでは、サイコなんかでも昔のサイコと違って、割り箸のような食サイコとかね、それから扇だとか、もういろんなものが、栽培品は全部こっちの方になるんですね。甘草なんていうのは、日本薬局法の、含量規定2%以下の1%っていうのも栽培甘草として出てきたんですね。でそれがだんだん大きな顔、初めは日本に入ってこなかったんですけど、もう入ってきてですね、含量の多いものと混ぜ物にして含量調整するみたいなことも起こってるんですね。そういったこと、品質規格、これがもうどんどんと低下する。これは大量消費による影響だって。簡単に言えば、丸カンの以降、医療用で大量に生産す消費するようになったことの結果ですから、X 製剤の原料生薬が昔から比べてだいぶ下がってるということは、これはまあ疑いもない事実です。ですから、局部の規格というのはここのところで決めてますから、あくまでこれを含めた線ということになりますから、後付けなんです。ですから、丸勘承認製剤の原料規格は、現在使われているものを後で認めるというだけのことなんです。ここには定められない。こっちにしか定められない。後付けなんです。だから、局方だからいいというようなもんではないんです。で、そういう意味で局方生薬というのは、需要と供給の関係で品質は低下します。ですから、局方生薬というのは不動の地蔵、もうこの数値は絶対変わらないというもんじゃないんです。局方生薬に限ってはですね、地蔵さんではないんです。忍者のように変わるんです。流動的な。ドドーンと変わっちゃってですね、このように変わっちゃう。だから、局方何々というものは昔から同じだというわけじゃないんです。先ほど言いましたけども、甘草、大塚啓設や細野先生や矢数同盟先生がお使いになってた甘草は、もしかしたらグリチルリチン酸が4%かもしれない。だけど現在は2%が局方ですから、含量半分なんです。半分だということは、例えば細野先生、大塚先生、矢勝先生が3グラムお使いになってたとしたら、6グラム使わなきゃ同じ効果得られないんです。だけども3グラムとお使いになってたから3グラム使ってる。なぜなら局方だ。ほら、おかしいでしょ。で、
話が戻って、政財には顔料規定というのがあるんですね。で、顔料の規定というのは、例えばこの中のある成分が基準値のところに入ってる。で、普通はプラマ 10% なんです。この範囲内に製剤の顔料が収まってる。で、プラマ 10% というのは実際には薬効に影響するほどではないんですね。これはもう 薬効学的に問題がない範囲ということで 10% になってます。ところがですね、漢方用液性剤はですね、医療用の漢方液性剤は 10% じゃないんです。これ使用成分、顔料といっても使用成分なんですが、この使用成分についてはまたちょっと後で付け加えますが、使用成分の顔料がですね、なんとプラマ 30% になってるんです。この範囲ならいいですよ。普通の薬は 10% で薬効学的に問題がないと言ってるのに、漢方液性剤はマイナス30までいいですよ。すなわちこれが 100% ならば、これ 70% 3割引きでもいいですよと認めましょうということで、普通 10% でも問題なんだ。するとこんなものが出てくるんです。あり得るんです。ここが70ならこれ130だ。こことここの差、低いものと高いものはもう倍近く違うんです。これが一つの同じ薬の範囲なんです。ですからあるメーカーさんの何々、エキス製剤って言って書いてあって、一方何グラムと書いてありますが、その時これかもしれない。いやよく聞いたなと思ったらこれで、つい買ったら効かないなと思ったらこれかもしれないんですよ。こんなばらつきないんです。これ使ってこれ使って、そういうことは起こらない。だけどこれとこれなら起こりうる。こんな曖昧な範囲が認められてるんですね。じゃあ厚労省、当時の厚生省は何て言ったかと言ったら、 30% プラマ 30% でも OK ですよ。努力次第で、努力目標です。努力なんですよ。できるだけ基準値に使い続けてください。すなわちこの範囲になるようにしてください。これが当時の厚生省の、今の厚労省の方針なんだ。というのはもう厚労省大きなミスをしましたから、もうなんとか解決しなきゃならないから、いろんな点で妥協しちゃったんですね。で、こういうことになったらどういうことになるかというと、だん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 作って経験を積むとですね、それがもうこういうのを作ることがなくなるんです。上手にこの範囲に収めることができるんですよ。じゃあどういうことになるか、基準値下げるんです。これでも合格ですから、上限下限値の間に入ってますから。そして作るのをここにするんです。そしたらもっと使ってたものよりも 悪いものでちゃんと規格のものを作ることができるようになっちゃうんですね。現在医療用は 100% と言ってるけども、 100% とない 80% 製剤の可能性がだいぶあるものもあるんです。全てじゃ言いませんが。ですから例えば一般用の漢方エキス製剤で、不思議なことに 70% 製剤とか 70% ですよとか 80% ですよと書いてあるエキス製剤があるんです。一般用は書かなきゃなりませんから、 70% とか 80% 書かなきゃならないから書いてある。医療用は全部 100% ということになってるんです。 100% ということになってるけども 70%、80% でも認められてる。なんか一般用のが正確なことが書かれてるんですね。で、こういうことになってますが、現在の一部ではもう8割製剤が一般的化しているんです。だけども8割製剤じゃないんです。ちゃんと 100% 製剤としての規格に入ってるんです。実質8割製剤わからない。一般用は書いてあるんで、8割製剤、7割製剤って書いてある。医療用は 100%、建前は 100%。 一
万葉漢方薬制度のがずっと正しく書かれてる。もう半世紀ぐらい経ってるんです、マルカン終わってね。もうこんな努力目標なやめてほしい。漢方 GMP をしっかりしてですね、この 10% を基準値の範囲に収めるようにやってほしい、指導してほしい。そうでないと怪しげな薬になるわけ。この点についてはですね、私の漢方薬入門3のところの漢方育成剤の品質と丸かんところなど、その辺の前後のところに詳しく書かれてますので、詳しく知りたい方はそちらを見てください。薬学の立場として治療に用いる薬物の属性が明確である、いろんなことが詳しく書かれていることが重要なんですけども、これカゴメのトマトジュース、機能性表示食品、血圧が高いのを下げる、コレステロールを、善玉コレステロールを増やす、トマト 100%、 これ何も書いてませんね。トマトの成分が何パーセントって書いてません。トマト 100% しか書いてません。ちゃんと効能ありますが書いてません。それね、伊藤園の野菜ジュース、1日分の野菜が取れます、野菜 350g に相当します、中性脂肪を減らします、血糖値を下げます、血圧も下げます、30種類の野菜が入ってます、野菜汁が 100% です。詳しく書かれてますが、どういう成分がどれだけ入ってるかは書いてませんが、このようにちゃんと書かれてます。これ見ていただいたらお分かりのように、医療用漢方薬製剤が機能性表示食品並みの表示しか書いてないということなんです。医療用の漢方薬製剤、一般用はですね、もう非常に昔の何十年も昔に承認された、そのところはですね、当時の感覚としては現在の機能性食品ぐらいの感覚だったんです。漢方薬なんてっていう部分があったから、この程度の表示でも認められてたんです。ところがこのような表示だった一般用の漢方消費液製剤がストーンと政治力によって医療用に組み込まれてしまった。ですから医療用の漢方液製剤が現在の機能性表示食品並みの表示しかできてない。これじゃちょっとおかしいだろうと、医薬品としておかしいだろう。すなわち医療用漢方薬制剤は薬物の実態がはっきり書いてない。まあ機能性食品もどきなんで、これは先ほど言いましたように一般薬ならばまだ許される。しかし医療用なんです、もっとレベルの高い薬だ。しっかりした薬であるべきものが機能性食品もどきの表示しかしてないんです。これもう医療用漢方薬制剤がお化け薬品だと言えるぐらいなんで、先ほどの PL カリウとカッコン糖液製剤の例をもう一度挙げてみますが、これはいいんです。これはですね、もういつでも再現できるんです。10年前売ってたものと今売ったものと去年売ったもの全部同じものを作ることができるんです。だけどこれは先ほどから言ったように生薬が不安定なんだから、極保極保って書いたらもう肛門さんの陰嚢のような効果がありそうに思わせてますけども、極保はこんなもんカスみたいなもんだ、変化するんで、こんな肝臓がどんどんと変化するんで、ですからこれはごまかしなんです。この表示は形としては体裁は似てるけれども、こちらは良くてもこちらは完全にごまかしているんで。じゃあ
漢方液製剤は正体が不明だ、分かんないよ。じゃあ何が書いてあればいいんですかと。肝臓2グラムじゃダメなんですか、どう書くべきですか、それについてお話したいと思います。厚生省の、国立衛生試験所、当時ですね厚生省だった時の衛生試験所の生薬部、生薬から標準投液と製剤、この一貫性を行う示すための、過不足のない、すなわち 100% 製剤を作るということのものを同等性と呼んでます。で、そこで医薬品は本来有効成分でこれとこれが同じだけ入っているというように言うべきなんですが、わからないから代替として使用成分というのを考えて、ここに入っている使用成分とここに入っている成分が同じであるということをもって証明するということにした、使用成分ですから。同等性の証明は使用成分移行率を定義して実施していたということになります。これはあくまで工程管理のための成分であったんです。しかし生薬部長の原田先生が1987年の生薬学会の総会で特別講演されましたが、その時に使用成分は有効成分ではなくてよい、その通りですね、代替ですから、代わりのものですからなくてもよい、しかし単なる工程管理の成分じゃなくて使用成分、当該生薬の特異的な成分である。こういう特異的な成分が一定含有されているということは、まだわからないけど有効成分も相関的に含有されていると推論していいんだと。すなわち使用成分は有効成分でないけども、これが一定入っているということは有効成分未知ですよ、わからないけどもちゃんと入っていますよというように書いてある言ったんですね。これはその後訂正も何もされてませんから、厚生省、現在の厚労省の公式見解です。すなわち使用成分というのは有効成分に準ずる化合物であるという言い方なんですね。そういうわけですから、局方の拡張にはですね、使用成分の含量規定が入っちゃったんですね。18局入ってますね。生薬配合製剤に使用成分量を書いてあるならば、局方に入ってるんなら添付文書にちゃんと公示できるはずでしょ。このカッコン糖のプエラリンは何ぼ、クリチルリチンは何ぼ、ペオニフロリンは何ぼというようなことをちゃんと何ミリグラムということを書けるはずな、局方にも書いてあるんですから。それから含量規定を先ほどのプラマー 30% 以下というところをプラマー 10% にちゃんと普通の薬と同じようにしてください。あんな 70% や 80% まで 100% の顔しながら下げてしまうようなことができるようなものはおかしい。薬学の立場として治療に用いる薬物が明確であるということは重要なんです。薬物の実態が不明確ならばお化けな、明確にしてもらえれば品質が担保されている具体的な負債、それがあれば信頼できる医薬品ということになる。ですから漢方液、医療用の漢方液製剤、少なくとも使用成分をどれだけ入っているか、その製剤の使用成分の基準値はどれだけなのか、含量を、そしてばらつきを 10% 以内にしてほしい。これは健康食品でも機能性食品でも書いてあることなん。医療用医薬品に書いてないというのは信じられないような事態なんで、これ厚労省分かってると思います。怖くて手が出せない、怖いんですね、メーカーさんが怖いんですね。ほら、いろんな力ありますから。で、この先ほどのシンポジウムで品質が担保されている
ということが言われてるんですから、具体的な記載数値が必要なんですね。医療用漢方液製剤の医療用規格の表示、これがもう一番大切なことだと。追試のためには、すなわち10年前の治験でこういう病気にこれこれを使って効いたというためには、それと同じものを使わなければ意味がない。同品質のものを明確に捉える。ばらつきが 30% で低いのと高いのに倍近く違うとか、成分がどん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 変わっていく、変わっているのに合わせて変わっていく、そんなもん困るんだよ。 PL カリウムのようなものは品質は公開されてて入手が可能なんです。同じものが、漢方液製剤は公開してない。品質を聞けばですね、社外費ですとかね、例えば、インタビューフォームを病院の方なんか見られると思いますが、成分の定量法は書いてあるんです。 HPLC でこうこうこうと言います。じゃあうちはその定量したものの基準値をいくらにしてます、この製品はこの範囲に入ってます、そんなこと何にも書いてない。極法何々それだけ書けばいいでしょうっていう感じだ。ダメなんです。ちゃんと公開してほしい。こんなもん非公開だというのは保証がないんです。で、このシンポジウムの時にある大学の教授がですね、品質は担保されていると言って述べておられる。ちゃんと用紙にも書かれています。漢方液製剤が品質は担保されている。具体的にどのようにしているのか、すなわち何年か何年かの データのばらつきはどうなってるんか、これ基準値はどうなってるんか、どうなってる、そういったこと何にも言わない。品質は担保されてる。こんなもん念仏と一緒です。言うだけやったらいくらでも言えるんです。この A 教授、1982年から2014年まで津村さんの社員だった方なんで、いいですね、こうおっしゃったんですから、この先生にこの経験を生かして、そういう私が今言ったようなことを公に具体的な数値としてきっと証明していってくれると思います。担保されてると言ったんですから、その具体的な証拠を示していってくれると思います。もうその背景は十分あるんです。それを楽しみにしたいとは思いますが、重要なのは厚生省がちゃんと出す、厚労省がちゃんとそういう指示を出していく、また医師薬剤師がそうしてくださいと要求する。薬剤師、医師、看護の人たち、この薬剤師の役割というのは、薬剤師は調剤、医薬品の保険、供給、その他薬事衛生を司ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康的な生活を確保するものとする。薬剤師です。医薬品に対して十分な知識が必要なんです。この十分な知識があるからお医者さんも安心して薬が使えるんです。どれだけ入ってるかわからんよ、前使っていただいたのとまあ倍ぐらい成分含量違うかもしれませんが、そんな話になっちゃ困るんです。これが正確な知識があるからこそ、公衆衛生の向上及び健康の増進、あるいは国民の健康的な生活に寄与する薬剤師としての役割が果たせるんです。正しく詳細な知識、それが医療用漢方液製剤にも欲しいということなんですね。ですから漢方の薬物論、投液がいいんか漢方液製剤がいいんか、私は投液も漢方液製剤も両方あっていいと思いますし、漢方液製剤がインスタントコーヒーだと言っても、現実にインスタントコーヒーもですね、カフェインは入ってるんです。目を覚ます効果はあるんです。そしてホロ苦さもあって、それなりの満足感もあるんです。だからインスタントコーヒーはダメだということではないんです。使い道はそれはそれであるんです。だけどドリップコーヒーには勝てません、それははっきりしてます。だけどそういったことの薬として比較論をするのよ。まずは医療用漢方液製剤の医薬品規格を
はっきり書くということと、その規則を守るということなん。薬としてあら、薬じゃないです、今は健康食品のレベルだ。そうしてもらう。すなわちこれを書くということは、もう薬務行政上で通常の内容なんです。健康食品だとか機能性食品だって書かしてるんですから、書けって言ってるんですから。薬について書かせて、書かせて言えないのはおかしいんです。局法肝臓で済ませてるところがおかしいんです。もちろんメーカーさんのものすごい抵抗、メーカーさんを含むいろんな経済的政治的圧力があるんだと思いますが、これやることが義務なんです、薬務行政の。で、薬剤師としてもですね、薬剤業務上に必須のことなんです。これを知らなきゃ扱っちゃいけないんです。また臨床研究、臨床研究というけどね、こんな不明確な薬物でデータがこうね、少ない時と上の多い時に倍近く違ったら、エビデンスもクソもないんです。エビデンスを言うんならば、明確なものを、すなわち不明確なものをやめて明確なものにする必要、それないとエビデンスはできない。今の医療用抑制剤では一例報告がいいとこなん。東洋医学会のほとんどが一例報告ですね。もちろん薬効作用化やったって言いますから、あれはもうワンロットでやってるんですから、できるだけ合格のしそうないいものを作ってワンロットでやってるんですから、そんなもんは一般に売られてるもんではないかもしれない。で、同時にですね、医師や薬剤師の間でどこどこのメーカーの何々がいいよとか何々いいよとか、これも感覚で言ってるだけなんで、それを手助けする。ああ、やっぱりこれが多いからだな、これが少ないからだな、あ、これが多いからこの時はいいけどこの時はちょっと注意しなきゃならんな、それが分かるんで、ちゃんと書いてくれば。だから手がかりすらない。さて、これをやってほしいというんですが、これができた次は局方の省略、漢方処方の課題、これさっきちょっと言いましたが、まだまだあるんで、ちょっと次お話したいと思います。また一般用の原料製剤の問題点についてもまたお話したいと思います。漢方液製剤はインスタントコーヒーのレベルを超えられるのかと、技術的に超えられるのか、まあこれは無理でしょうね。だってあれだけの大資本の、世界的な大資本のインスタントコーヒー、マックスウェルだとかいろんなありますね、ああいうコーヒーメーカーでもインスタントコーヒーカフェインは入ってますよ、苦味はありますよ。だけどこれはブラジルコーヒーだとかね、インドネシアコーヒーだとか、あるいは何やらコーヒーとかキリマンジャロだとか、そんなこと何にも言えないんですから。なんかブレンドしてそういうものを作ってるだけな、カフェの量を一定にしてるだけぐらいのもんなんです。味を一定にしてるだけのもんなんです。だからあれだけの企業が作れないんです、ブレンドコーヒー並みのもの。ですからなんか完全に顆粒にせずに液体のコーヒーを作ってみたりいろいろやってます。レベルは超えられない。だから液性剤はもう投液を越せないというのは確かな、投液はモデルですから。だけどインスタントコーヒーだとはいえ、漢方液性剤は漢方液性剤だってそれなりの使い道はあるんです。絶対に使い道はないわけじゃないんです。それなりの使い道はあるんです。ですからそれをするにしてもこれが必要な、これがなければ議論ができない、また薬務業が全然進むことができない、適切な医療ができない、ね、これを、私は強く求める、このように考えます。2に